大門。大門は、三重県津市の地名であり、津における、観楽街、繁華街、長番を持たない、単独町名である、新観音、江日山観音寺、日本三大観音の位置を中心に発達した街区で、大立アーケード街を中心とした、商店街と飲食店街とが複合している。県を代表する、繁華街として、以前は活況を呈していたが、 津市の玄関口である津駅、津新町駅両駅のちょうど中間点にあるという元来のアクセスの不便さ、多都市同様郊外型ショッピングセンターの立地による中心市街地区移動化により近年衰退が著しい。毎年10月上旬に行われる津祭りでは大門地区を中心に多くの露店が並び3日間の祭り期間中の人では、 延べ30万人程度と津市の中心以外、繁華街としての面目を保っている。また、2007年に中部国際空港への海上アクセス港である、つなぎ様町から津市を代表する大通りである、フェニックス通り上に、LRT、次世代型路面電車を通し、大門地区、新駅前を経て、 西部丘陵地を結ぶ計画が105、銀行シンクタンクの105経済研究所によって提案された。だが、この提案から10年が経っても LRT、次世代型路面電車の導入に張ってはない。フェニックス通りを挟んで隣接する東丸のうちには、中税地区以南唯一の百貨店である、つまつび市、ダイモンを発祥の地とするがあり、ダイモンからは、徒歩圏内である、は、 元来津城跡を中心とした、京務街、繁華街である、丸の内地区とこの大門地区を、中心街としており、近年はさらに、津駅と三重県庁を控えた栄町地区が新たな、繁華街、京務街を形成しつつある。津市東部、旧津市の中央部に位置する。かつては、東瀬川が地内を流れていたが、津城の築城により、道川が掘りになったため流れなくなった。北は、 新館町津、東町新新東町東予、東は乙部、南は東丸の内西は中央と接する。南東端で小飛町、南西端で丸の内北西端で北丸の内と一点で接する。江戸時代には、辻岡町の一丁大門町であった。伊勢神宮へ向かう、三宮客で賑わい。 宿場問屋に任命されたちぎりやしんともひのの、本寺に八藩の用心をもてなす施設である、顧客屋が置かれ、伝書役を務めた翻訳が四十九件あったという。顧客屋には、安政五年、八百五十八年に、修文館という庶民の学校が併設され、読み書きや算術が教授された。たびたび火災が発生しており、漢文二年。 1662年の津大化の際には41件、元六11年、1698年には44件が消失している。明治時代初頭には津の中心として、あの津県庁、旧五客屋を利用、津郵便局、三重県警察津出張所、後の津警察署が相次いで設置された。千切り新友左衛門の本陣後には1879年。 明治十二年に、元津藩の城代画廊であった、東道二重門高だ大を頭取りとする、第百五国立銀行が開設された。この銀行は現在、三重県作大手の地方銀行である百五銀行に、なっている。後には、伊勢山宮街道が、国道一号に指定され、芝居小屋、映画館が多数できたが、1920年、大正九年の新、岩田教科教により、 国道ではなくなったため、町は商店街に姿を変えた。商業が活発であったことから、市商工会議所も1916年、大正5年から1945年、昭和20までこの地に置かれた。1936年、昭和11年5月1日には、三重県初の大型百貨店である大門百貨店、つまつび市の前身が開業した。建物は、 総工費15万円、地上5階建て、鉄筋コンクリート作り、タイル張りで、当時30件で最も高い建築物であり、県内初のエレベーターも設置された。開店にあたって、南海、高島屋から商品の陳列法や接客の指導を受けた。地元小売業者は対抗措置として、市街地商業組合と洋服商業組合を結成した。ただし、組合側は、 百貨店への対抗を、表面上は否定していた。1945年、昭和20年7月、津市は空襲を受け大門は灰になってしまったが、戦後復帰を果たした。1964年、昭和39年には全二式アーケードが落成。1979年、昭和54年に大門にあった津市役所が西丸のうちに移転した。 大門の映画館は、津東方が2001年、平成13年に閉館して一時消滅し、津大門シネマとして2004年、平成16年に服したものの、2009年、平成21年7月20日に、オーナーの健康上の理由により閉館した。2018年、平成30年5月、老朽化により、全二式アーケードを撤去。 新観音の二王門の門前町であったことから命名された。大門の名自体は、津観音が天正八年、1580年頃に当地に移転する前から、あこぎ地区で使われていたが、当地に移転したことにより、この地区の名前になった。2019年、令和元年6月30日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。 1665年以降の人口の推移。なお、1995年以降は、国勢調査による推移。1977年以降の世帯数の推移。なお、1995年以降は、国勢調査による推移。中大門の範囲は変遷しているため、一概外に比較することはできない。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 なお、町内は共通学区と分類されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。